おい、アスナ。あ、キリト君、ちょうどよかった。少し付き合ってくれないかな。ああ、いいけど、何するんだ。久しぶりに君に手料理を作ってあげようと思って、これから買い物に行くところなの。本当か？アスナの手料理が食べられるなら買い物ぐらいいくらだって手伝うさ。まったく、もう現金なんだから。はあ、ショックだな。肝心のお肉だけ売り切れてるなんて。他の材料は全て買えたみたいだけど、一体何を作るつもりだったんだ？シチューを作ろうと思ってたの。でもお肉がないなら別のものを作るしかなさそうだね。確かに肉抜きは嫌だけど、アスナのシチューを逃したくないな。ああ、そうだ、売ってないなら取りに行けばいいんだよ。取りにってどういうこと？自分たちで食材なる獣を狩るんだよ。ユーシオと旅をしてた時は狩りで食料を調達してたんだ。狩りか。早くこの世界の戦いにも慣れたいし、ちょうどいいかも。そうと決まれば早速出かけようぜ。オートから出れば獣の1匹や2匹いるだろう。とはいえ、狩人の天職の妨げにならないような獲物を1匹だけ狩るようにしないとな。うん、行こっか。それじゃあまずは肉じゃなかった、獣を探さないとな。あ、待って、キリト君。どうした？実際に獣を狩る前に私と戦ってほしいの。あ、アスナと？うん、私はまだこの世界に不慣れだから少し練習しておきたいなって。アスナとの立ち合いか。久しぶりに戦ってみたいって気持ちもあるな。分かった、相手になるよ。ありがとう。それじゃお願いします。俺の方こそ危なかったよ。その剣速と正確さ、閃光はこの世界でも健在だな。そんなキリト君こそ、剣の重さや反応速度といい、ちっとも衰えてないね。やっぱりキリト君は最強の剣士だよ。ああ、なんか久しぶりだな、こういうやり取りするのは。どうしたの急に。改めて感じたんだ、長い間アスナと離れていたんだなって。
アスナに会えなくて寂しかった。私も寂しかったよ。キリト君がどこか遠くに行っちゃう気がして。ごめんアスナ、ずっと一人にして。俺約束したのに、いつまでも一緒にいるって。誰かいるのか。なんだ、キツネか。びっくりした。アスナ、何、顔赤いけど。え、これは違う。うん、私も。行こうか。ほら遅くなってもあれだし。うん、そうね、行きましょう。お待たせ、シチュー出来上がったよ。おお、いい匂いだ。それじゃいただきます。うん、どうぞ。おかわりもあるからたくさん食べてね。やっぱりアスナの手料理は最高だな。よかった。アンダーワールドの料理を作る仕組みは SAO や ALO のシステムとは全然違うから、ちょっと不安だったの。大丈夫だよ、すごくうまいから。剣だけじゃなくて料理のセンスも変わらないな。褒めたってこれ以上は何も出ないわよ、食いしん坊さん。そういうつもりじゃなかったんだけどな。しかしアスナとこうして二人でシチューを食べると、やっぱりあれを思い出すよ。あれってラグーラビットで作った？そうそう、あのシチューはうまかったよな。この世界であの味を再現できないかな。この世界の食材とか調味料とかによるけど、私は無理して再現するくらいなら思い出の中にしまっておく方がいいかな。もう二度と味わえない料理なんて素敵じゃない。キリト君が初めてうちに来てくれた時の料理だから、なおさらね。なあ、まあそうだな。あ、それじゃあ74層の時のサンドイッチはどうかな。もうキリト君は食べ物のことばっかりなんだから、他に覚えてることはないの？あります、忘れるわけないじゃないか、いろいろあったんだし。本当かな、キリト君のことだから怪しいな。本当だって、信じてくれよ。ごめんごめん、冗談。ねえ、もっと話さない？なんだか懐かしくなってきちゃった。そうだな、俺も同じ気分だよ。せっかく二人きりなんだし、たっぷり話そうぜ。初めて会ったのはアインクラッドの第一層だったよな。当時のアスナは。あんまりその頃のことは思い出したくないな。兄のナーブギアで入った初めての仮想世界がまさかデスゲームの舞台だったなんて。その割にゲーム初心者とは思えない剣さばきだったけどな。あの頃はとにかく仮想世界という偽りの世界を脱して現実世界へ帰るために必死だったの。まあその考え方はキリト君と出会ったことで変わっていったけど。俺特別何かをしたって気はしないんだけどな。ゲームのいろいろな知識や仮想世界での生活や思い出も現実と同じくらい大切なものなんだって教えてくれたよ。ラグーラビットのシチューの味が忘れられないのは、そういう考え方をキリト君に教わったからだよ。俺だってアスナからたくさんのことを教わったさ。誰かといることで得られる安心感や信頼、何よりアスナ自身が俺にとってかけがえのない大切なものになったからな。そんな真正面から宣言しなくても。ごめん、あくまでも俺は事実を言ったまでで。いいの、私にとっても事実だし、だから私はアインクラッドでキリト君と結婚したの。そうだよな。ありがとうアスナ。俺はアスナがいたから
75層でヒースクリフ茅場明彦と戦おうと思った。残念ながら決着はつかなかったけどさ。確かに時間はかかっちゃったけど、私たちは100層まで到達した。そしてキリト君は今度こそ団長に勝利した。アスナやみんなのおかげだ。それがなかったら俺は SAO をクリアできなかった。だからこれからも力を貸してほしいんだ、アスナ。もちろん、キリト君のそばにはいつも私がいるから。SAO 以外にも思い出はたくさんあるよな。次に行った世界は ALO だね。デスゲームのような命のやり取りこそなかったけど、あの世界で出会った人たちとの思い出は SAO でのものに勝るとも劣らないよ。うん、セブンやレイ、そして勇気。アスナは勇気と特に仲が良かったもんな。病気を抱えていてもすっごく強くて前向きで、そんな彼女の生き方みたいなものに惹かれたのかな。この世界を出たら真っ先に会いに行くつもりだよ。 ALO の次に始めた VRMMO は確かオリジンだったよな。うん、あの世界は SAO のデータを使って作られていたんだよね。ああ、そのせいで NPC にとってのデスゲームが起こり、結果的に世界が崩壊しかけたけど、プレミアやティア、あの世界の住人たちを無事に助けることができてよかったよ。一時はどうなるかと思ったけどね。まったくキリト君はすぐトラブルに巻き込まれるんだから。まあ GGO での事件は一応依頼を受けて調べたというか、確かゲーム内で殺されたキャラの持ち主が実際に現実世界で殺されるっていうデスガン事件を調査しようとしたんだよね。まあ菊岡さんの頼みでね。無事に解決できたとはいえ、キリト君も危険な目に遭ったのは確かでしょ。それなのにまたこの世界でも危険な戦いに身を投じちゃうんだから。すいません、返す言葉もありません。思い返すと君は無茶してばっかりだね。そんなことはあります。現にこの人界を支配していた最高司祭と戦ったんでしょ。それはほら、自力で現実世界に帰るためで、つまりはアスナさんに会うためと言いますか。ずるいよもう。とにかく私が来たからにはもう無茶をさせないからね。このアカウントだってキリト君を守るために選んだんだから。そうだったのか。それでアスナの選んだアカウントってのはどういうものなんだ。ハイレベルアカウントって呼ばれてるアカウントの中から私は聖騎士の職種を選んだの。パラディンって言った方がゲームっぽくてキリト君には馴染みがあるかも。アンダーワールドの天職に当てはめるなら上位騎士ってところかな。シノノンやリズたちもハイレベルアカウントから選んでいるはずだよ。なるほどな。それでその上位騎士ってのはどういうものなんだ。高性能なアカウントなんだろう。うん、基本的なステータスや権限レベルはキリト君と共闘するには十分なはず。それに特殊な能力も付与されていて、攻撃面もサポート面も両立が可能なアカウントなんだ。それはちょっと羨ましいな。で、具体的にはどういう能力なんだ。まずは攻撃面だけど、レイピアに高い適性があって精密攻撃に優れているの。アスナだから使いこなせるっていうのもあるんだろうけど、まさに先行にぴったりだな。そんなことないってば。次にサポート面だけど、上位騎士の特殊能力で光素だったっけ、光属性のエレメントを自動生成できるの。それじゃあ四季の栄章なしに光素を生成できるってことか。そういうこと。ただ省略できるのは生成だけだから、エレメントを使った神聖術には当然四季が必要なんだけどね。だとしても治癒術に必要な酵素の自動生成はすごいよ。ただでさえ酵素は変換効率の低い属性だからな。つまり私は他の人より回復に長けてるってこと。自分に対してももちろん
キリト君に対してもね。だから私は思う存分戦えるし、キリト君のサポートもできる。なるほど、それで無茶はさせないってことか。とはいえそのアカウントの能力、まさにバーサクヒーラーって感じだな。それはそうだけど、言わないでよもう。少しでもキリト君の助けになればと思って選んだのに。ごめんごめん、アカウントの能力はもちろんだけどさ、アスナ、君は俺の相棒であり大切な人間なんだ。当然これからも力を貸してほしい。うん、遠慮なく私を頼ってね、キリト君。アスナ、会いに来てくれてありがとう。アスナに会えた時、この世界に来てから初めて心の底から安心できた気がしたんだ。キリト君。けどまだやらなきゃいけないことがある。うん、アンダーワールドのみんなを守らないとだもんね。そうだから、この世界でまた俺と一緒に戦ってほしいんだ。もちろんだよキリト君、だって私はそのために来たんだから。ありがとうアスナ、改めてこれからもよろしく頼む。うん、キリト君、これからもよろしくね。